ミハエル・ランガーは、オーストリア・ブレゲンツ出身のプロサッカー選手、シャルケレイヨン所属。ポジションは GK。VFB ・シュトットガルトの下部組織で育成され、2007年3月10日の VFL ・ボルフスブルク戦で途中出場し、トップチームデビュー。これが、シュトットガルトのトップチームでプレーした最初で最後の試合となった。2008年1月、SC ・フライブルクに移籍。 2010年5月、契約満了に伴い、フライブルクを対岸し、二ブンデスリーガの FSV フランクフルトと2年契約を、結び移籍。2012年夏、SV ザントハウゼンと2年契約を結び移籍。2014年4月、ザントハウゼンとの契約を解除し、エディテセリエムの、ボレレンガフォトバルに移籍。2016年2月、NASL のタンパベイローディーズに移籍。 アルスベンスカンの衣服のルシェーピンを経て、2017年8月4日、シャルケレイオン2遺二2020年12月6日のバイエルレバー空前戦では、戦術のシュトゥットガルト時代の一試合以来13年9ヶ月ぶりのブンデスリーが出場を果たしたものの、3失点を喫した。その後、政治 EK のラルフ・フェールマンや、第二次 EK のフレデリク・レノーの相次ぐ負傷を受け、 第 3GK ながらもトップチーム唯一の GK として守護神を務めることになった。U-21 サッカーオーストリア代表として2006年5月16日の U-20 サッカードイツ代表との親善試合に出場した。A 代表に選出されたことはない。ありがとうございます。